ラリー・ジョンソンはアメリカ合衆国テキサス州、タイラー出身の元バスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。NBA のシャーロット・ホーネッツとニューヨーク・ニックスで活躍した。身長201センチ、体重113キロ。1988から1989年シーズンはオデッサ・カレッジでプレーしていた。 移籍した、アネルビー大学で1990年の NCWA 男子バスケットボールトーナメントで優勝。1991年の NBA ドラフト1巡目全体1位で、ホーネッツに指名されて入団した。その年、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。ケンドール・ギルト、翌1992年のドラフト1巡目全体2位で、指名されたアロン・ゾ・モーニングが加入しホーネッツは、 フューチャーブルズと呼ばれるほど強豪チームとして期待された。1994年バスケットボール世界選手権にドリームチーム2として出場し優勝した。1995から96シーズン前にジョンソンとモーニングの間に摩擦が生じモーニングはマイアミヒートにトレードされてチームは停滞した。百九十六年ジョンソンもアンソニー・メイソンとのトレードでニックスに トレードされた。ニックスでは、1999年のプレーオフのインディアナペイサーズ戦で重要な役割を演じた。残り11.9秒でボールを受けたジョンソンは3ポイントシュートを放った際に、アントニオ・デイビスのファウルを受けたがこれを見事沈めて、フリースローも与えられ92から91で、そのゲームの勝利を呼び込んだ。 その年ジョンソンにとって初の NBA ファイナル出場を果たした。翌2000年のカンファレンスファイナルでのペイサーズとのシリーズでも活躍したが、チームは2勝4敗で敗れた。2001年の10月10日に引退を表明した。腰に爆弾を持ったままの現役生活で、キャリアの最後の5年間では、ジョニー平均得点を減らしていた。 2007年7月にジョンソンはニックスでリーダーシップを発揮する役割を担おうと現役復帰する意志を持っていることが報道された。映画スペースジャムで才能を奪われてしまう NBA 選手としてボーグス、ショーン・ブラッドリー、チャールズ・バークレイ、パトリック・ユーイングと共に亀尾出演を果たしている。愛称はイニシャルから LJ または出演した コンバースの CM で老婦人を演じたため、グランママの愛称で呼ばれた。ジョンソンはパワーフォワードとしては身長201センチメートルと小柄であるがパワフルなプレーでインサイドを支配した。武骨な容姿に似合わずシュートレンジも広く、アシストも巧みで洗練された選手である。似たような選手としてチャールズ・バークレイがいる。ありがとうございます。